だし、ちょっとやってみる。え、眠いっす。いやいやいや、眠いとかないでしょ、人間に。あるでしょ。え、ないでしょ。テロが出た時に僕らが選ぶっていうのが、それシリがやってないんじゃないかっていう意見があったわけですよ。ゼロの時どうしますか。ビリビリ。このポケモンが欲しいってなった時に、捕まえていいか悪いかを一回聞きますか。そうしよう、そうしようね。はい、じゃあやってきます。もう地獄の状況じゃん。マキノ行かせよう。マキノももう満身創痍。乱数ジェネレーター。答えはゼロです。行って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 、行きますよ。自分が心配。カトカト。よし、量子乱数ジェネレーター。結果は10です。答えは43です。地獄だな、本当に負けるよこれ。いや、ポッポのレベル高いじゃん、9じゃないですか。そうそうそう、乱数ジェネレーター。答えは45です。あ、マジでやばい、やばいな。いいよ、いいよ。これ最悪だ、マキノ死んだ。わざわざ進み終わった。ヒッシー誰だっけ。ポッポ同士。ポッポ同士あで9レベル。絶対勝てないじゃん。勝てないっす。一回佐々木かませといて、はい、減らして減らして必死。減らせるかってとこが問題だね。うん、引きもあるから。乱数ジェネレーター。その答えは41。ダメージ受けすぎだろ。51です。最悪だ最悪だ、これやばいよ。おいマジか。おいおい、必死じゃ無理だろ。必死相手も2体なんだよ。ゴミみたいな戦いしてんな俺ら。乱数ジェネレーター。答えは68です。マジでやばい、マジでやばい。答えは63です。マジでやばい、マジでやばい、これは。やばい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 。答えは92です。もう終わりだよ。引き悪すぎだわ、もうここんとこ。やばい、やられる。乱数ジェネレーター。結果は48です。絶対負けんじゃん、こんな。いなくなったわ。次、ゼニガメ出てきますよ。泡とか使ってくる。乱数ジェネレーター。答えは71です。あ、違うか。いいのか、これで。キノコだよ、いいよ、いいよ。行くんだよ。よし、よし。タイマンだ。これ一体じゃ全然可能性あるよな。いやでも、いや10レベルだぞ。タイプ的にないですよ、ね、でも向こうがだって向こう絶対泡 100% でくるんだ。やばいな。乱数ジェネレーター。結果は10です。おしおしおし、答えは11です。よし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 。おお。です。おお、よし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 。結果は39です。それはまずい、それはまずい。乱数ジェネレーター。その答えは62です。マジでマジでマジでやばいって。でも向こうが体当たりしか使ってこないな。乱数ジェネレーター。おしおしおし、キノコ、キノコいいよね。いいぞ、いいぞ。まあまあまだいい。比較よりいいんじゃない。いやでも今一つなんで。まあでも同じぐらいか。乱数ジェネレーター。結果は31です。よし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 。一発。よし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 。一発一発。よし行こう。これはいける。乱数ジェネレーター。
86です。あ、ひなこ、あ、いいじゃん、勝ったじゃん。おぉ、よし、倒した、来ましたね、やったやった。こんなギリギリになるこんなギリギリになるかね。なんで泡使ってなかったんだろうね。なんで体当たりだけしか向こうやんなかったの。あっちも調子悪かった、舐められてた。こいつには封印してこって、シンプルにな。これ勝てたのでかいね。よし、じゃあ前回のリベンジは果たせました。うん、ピカチュウこの辺出んの。いや、出ないっす。出ないよね。あの、森、森だよな。やばい、変えてあげた方がいいかも、佐々木。死ぬ？うん、経験値分けてあげる。ちょっと変えよう。何しよっか。必死。必死だな。まあ、必死って言うだな。サブ強くなりすぎ。うん。乱数ジェネレーター。その答えは0です。おい！ここで0言わないだろ。めんどくさいよ。時輪の森抜けるのこんな大変だったことないよ俺。何回かわかったことあるけど。なんで時輪の森抜けるために電気マッサージやってんだよ。あ、いや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 、痛い痛いよ、痛いよ。はい、そう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 。オッケー、佐々木5レベルに上がったぞ。あ、必死8レベルに上がった。マジで。いや、気のせいです。気のせいな気がします。あ、佐々木の毒、毒受けてるのが佐々木待つ。あ、佐々木は力尽きた。あのポケモン1話のさ、ピカチュウ抱きかかえて帰るぐらいの感じだったんだけどな今。佐々木残念なことになったわ。誰かもダメージ受けてるぞ。ヒッシーは力尽きた。被害出すぎだろ今の時輪の森で。で、間に合った間に合った。オッケー、じゃあセーブして終わりましょう。はい、セーブするかどうかのやつやろう。マジで乱数ジェネレーター、答えは98です。終わった。はい、じゃあお疲れ様。オッケー。